のびる地区公、のびる地区公は、明治初期に、仙台湾、石巻湾に面する物ノウ現、東松島市を中心に行われた、港湾建造事業。なる瀬川川口に内港、浜市村に新市街、のびる村に外港を設けるという、港湾建設のみならず、運河、鉄道、道路の新設も行って、水上、陸上の物流ネットワークを作り上げる計画であった。 日本初の近代港湾の建設であり、明治政府による東北開発の中心的な事業と位置づけられていたが、完成から3年後に台風で特定が崩壊し、施設はそのまま放棄された。現在では土木学会戦勝土木遺産となっている。また、三国港、三角港と共に明治三大一港とされる。現在では幻の港と呼ばれることも、 明治諸島の日本では、食産工業のためのインフラストラクチャー整備とともに、不平士族の処遇が大きな課題となっていた。これらを同時に解決するための公共事業として、内務卿の大久保利市道は、土木七大プロジェクトの実施を提言した。これは、東日本の河川などの交通網の整備を目的としたもので、伸びる築港はその一つとして、 岩手県内の北上川水系と宮城県、福島県をお礼る阿武熊川水系を結ぶ、中継点としての役割を期待された。また、同プロジェクトによる阿武熊川、阿賀野川両水系の整備や朝霞疎水と合わせ、東北地方全域と新潟県を水運で結ぶ、ネットワーク型の構想があった。また、これに先立つ1876年。 明治9年の明治天皇による東北巡行に際して大久保は東北各県の県令たちから産業振興に関する要望を聞き取っている。その中で運輸体系の整備が求められ、特に北上川川口の石巻港が上流からの流砂の堆積で機能不全に陥っていたことから川口周辺の整備が地元から強く望まれていた。当時は 江戸時代と同様に水運が物流の中心となっていたため、要望を踏まえて、北上川水系となる瀬川、塩釜港を連結するための港湾、運河の整備が決定された。政府の依頼を受けて、内務省の親とい外国人として、港湾、河川整備のオランダ人土木技術者のリーダーを務めていたファンドールンが1877年、明治10年に石巻湾を訪れ、 複数の候補地の比較を行った。同年2月の報告書では、伸びる以外の候補地もいくつか挙げられていたが、として、それぞれ却下されている。一方、伸びるについてはとして、今回の築光において、最適の地である、と述べている。後に伸びる築光は、土砂の堆積などで工事が難航し、さらには、台風で壊滅的な被害を受け、 港湾整備のプロジェクトとしては失敗に終わった。その原因として、ノビルへの立地選定に問題があったとする指摘は多い。具体的な内容としては、などが1885年、明治18年のローウェンホルスト・ムルデルの報告などで指摘されている。ノビル執行の計画は以下の通りとなった。なお、内港の推進は、 干潮時に14尺4.2メートルとなっており、和船や近海用の小型船が30層停泊できるように設計された。伸びる港の広配置の整備のため、道路や河川の改修、整備も幅広く行われた。これらは特に宮城県の六大工事と呼ばれている。内容は以下の通り、純不動。伸びる窒港が廃止された後もこれらの多くは、 整備が続けられ、最終的には2のオシカ半島の運河以外は全てが完成した。このプロジェクトにあたり、明治政府は1878年、明治11年に初の国内市場向け国債である企業公債を発行した。出資者には数回にわたって政府から経過報告書が送られている。また、 宮城県による周辺事業は県債によって進める予定だったが、県民から反対があったため地方税と国庫補助金によって賄われた。総工費は周辺事業を含めて約68万3千円。現在の価値で約40から50億円と、同時期の他の公安整備の数倍から数十倍にも、上り、11年後の1889年。 明治22年の横浜高校時まで、公安整備費として、史上最高の金額であった。1878年、明治11年、後に、仙台市長となる内務省土木寮、土木局の管理、早川智博が、伸びる執行内務省土木局出張所、宮城県押鹿郡蛇田村高屋敷主任として、着任した。工事はまず、 同年7月の北上運河改作に始まり、日本で初めて蒸気春節船が使用された。同11月には、成瀬川川口で新成瀬川の改作に着工し、翌1879年、明治12年7月には、のびる高校で特定の築造を始まって、育ちんしょうの枠組みの中に石を詰めて包みとした。 高校の東西にそれぞれ長さ272メートルと236メートルの特定を築く計画だったが、波浪により再三破壊され、予定より規模を縮小して1882年、明治15年10月31日に落成式が行われた。なお設計者のドールンは1880年、明治13年にオランダに帰国し、1881年、 明治14年1月には北上運河の開通が行われ、1882年12月に新なる瀬川が完成している。特定の完成によって、実行は一応完成したが、一方で予想以上に評差が激しく、内港出口や松島湾との間の椿湾海峡での総船に支障をきたした。このため、当初は予定になかった。 東名運河の開作が1883年、明治16年から始まり、翌1884年、明治17年に開通した。なお、これらの工事に際しては、儀子や東北各県から募集された妊婦のほか、西南戦争で敗れて、国事藩となった鹿児島の氏族も数多くいた。大防波堤を築き、波浪を防ぐとともに、 大型船用の外交を建設することを建設中からハンドールンは提案していたが巨額の予算が必要となることから実現がほぼ不可能なことも同時に理解していた。その結果、大型船は伸びる港に接岸できず対岸の港島の線形法に停泊したが、橋家の使えない高天寺には他の港が利用された。さらに1883年、 明治十六年以降は港を利用するのは、ほとんどが石巻、塩釜間を往復する小型船となった。ノビル筑港の特定は、1884年、明治十七年九月十五日の台風に伴う暴風雨で崩壊した。ノビルの速攻所での観測によれば、当日十四時には海から南東の風が吹いており、風力は四だった。台風が、 宮城県沖にあった21時には、平均風力5の陸からの北風が吹いていた。この時の中心気圧は991.9ヘクトパスカルであり、付近を通過した時も台風は大型だったが、風は特別強くはなかった。この年の伸びるは2から3月、9月、11月に、風速が秒速8メートルを超えて、湿風や夕風となっていた。特に9月は、 海岸と延直方向に平均風速秒速4.9メートルの風が吹いていて最高風速は秒速20メートル以上にもなっている。これらのことから春先や前年までの冬季の強風による強い波浪によって特定に疲労が蓄積し前期の台風によって一気に崩壊した可能性が高いと考えられている。特定の崩壊によって 大防波堤の必要性は誰の目にも明らかになったが、1885年、明治18年のローウェンホルスト・ムルデルの調査の結果、およそ200万から600万円もの予算が必要になるとされ、当時の政府や東北の経済界にそれだけの資金はなく、港湾設備は廃棄された。大体港湾として、ムルデルは、押シ郡女川町への執行を内務省に上申したが、 東北本線の整備が進んでいたこともあり、仙台湾周辺での大規模な港湾整備は、大正時代の塩釜港着港まで見合わされた。また、ノビルでの反省を生かし、塩釜港では港湾本体よりも先に防波堤が整備された。道論によるノビルへの執行提言に関しては、などの批判がある。一方で、土木局長として指揮を取った石井昭一郎は、 十分な資金さえあれば、石積みの強固な大防波堤を築き、有用な公案が作れたと後に述べており、資金面での制約が根本的な原因とする見方もある。新る瀬川の両岸には、レンガ作りの兄弟跡が残っている。市街地との往来のため三箇所に架橋されたが、いずれも橋は残っていない。また、地固めに使われた巨大な石のローラーが残されている。 気象情報を提供するために、東北地方発の気象観測所となる速攻所が設置され、跡地には記念碑が立っている。川口近くの佐賀には小さな公園が整備され、なる川の右岸川口近くの新町、コミュニティセンターには、筑工計画関連資料を展示した伸びる筑工資料室があったが、2011年の東日本大震災の際に津波被害を被り、 新町コミュニティセンターは破壊されて使用不能となり資料の多くが失われた。レンガの兄弟も一部が流出、損壊した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。